アロハタンタンです。本日は少し珍しいユーズド品ご紹介いたします。元ハワイ三大メーカーの G ストリングのハワイで作られていた頃のモデルです。バックはカーリーが比較的出ておりますが、サイドとトップはちょっと淡めですね。こちらはダブルホールのホヌ、両サイドダブルホール空いておりまして、真ん中にアバロンでホヌがのインレイが入っております。そして LR バックスのピックアップがついております。このモデルはかなり育っているなという感じです。生音でも十分お楽しみいただけます。しっかり引かれている、育っているなという印象です。そしてこの若干使用感がありまして、このトップのスクラッチ傷はほぼそんなにきつくないのですが、バックですね、ここに見えますでしょうか、ちょっとえぐれているというかへこんでいる感じですね。何かにぶつけてしまった打痕のようなものがあります。比較的大きいです。ただ特に割れやそういう心配はないので、演奏上支障はないです。あとは若干のウェザーチェックですね。塗装だけが割れている、木が割れているわけではなくて塗装だけが割れている感じ、ほんのうっすらですが入っております。ウェザーチェックがもうバリバリに入っているものが好きという方にはちょっと物足りないかもしれないですが、若干のウェザーチェックも入っております。このかなりハワイアンコアが育った G ストリング、ハワイで作られていた頃の G ストリングです。ダブルホールのホヌモデル、 LR バグスのピックアップがついております。こんなちょっと珍しいユーズド品が入ってまいりました。この個体が気になるなという方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。